創世神が世界の終焉を決定したことで始まった天界大戦。それは神に異を唱えし堕天使たちと人間、そして神との戦いだった。両軍の熾烈な戦いは7日目の朝、天上の塔で決戦を迎える。最強を背負うとなんじらがための道しるべとならん。さあ行くぞ。なんだと。天界大戦は創世神の勝利に終わり、敗北した反乱軍は地上に落ちていった。神の怒りはとどまるところを知らず、天上の塔から神の祝福を受けし、魔の王天魔を地上へ送り、世界を荒廃させていく。しかし終わりを迎えるはずだった世界は、数百年経った今でもかろうじて存続していた。魔導書に封印されし魂を魔人として使役する禁忌の術、その力を持って天魔と戦い続けていたのだ。ついにこの時が来たな。ここに集まっている魔導士は俺も含めかの大戦で戦った戦士の末裔だ。中でもお前は反乱軍の総指揮官英傑ソロモンの血を引く者だ。この場の誰よりも最後に恵まれている。お前が今契約しようとしている魔導書ラジエルの書も代々お前の先祖が使ってきたものだ。かなりの年代ものなんだぞ。だがな、一つだけ師として忠告しておく。魔導書との契約の際は一切気は抜かないことだ。契約の儀は以前にも話した通り何らかの代償を伴う。しかしそれを乗り越えれば魔導書から魔導士の資質を認められ契約を果たすことができるのだ。では準備はいいな。これより契約の儀を始める。あなたが私の主様ですか。私の名はラジエルの書。古の記憶が記されし魔導書。私とあなたの力をもってすればいかなるものでも服従させ、魔人として使役することができるでしょう。私の主様、お名前を教えていただけますか。契約はここに成立しました。あなたが魔導士として歩む道が未来へとつながっていますように。
望みを果たしましょう。
召喚された恩をお返しします。
召喚された恩をお返しします。精一杯頑張ります。
さて、行こうかね。
私の名はサマエル。世界の救済のためならば、何度でもあなた方を導く。私に触れてください。私は皆無、燃え盛る灰より魔人として召喚に応じた。今後指揮下にて働こう。名前はもういいかな。いいよね。私は一人。まあ、うん、距離感は大事だからほどほどによろしくね。よろしくだよ。ふう、ベルトです。よろしくお願いします。こうしたカードで頑張って戦いますよ。
準備万端です。嘘ではありません。やっぱり距離感って大事だよね。そういうのあるよね。名前はもういいかな。いいよね。私は一人。まあ、うん。ほどほどによろしくね。よろしくだよ。いい声で泣きなさい。私は創世神の言葉を届けるメッセンジャーの一人、ガブリエルよ。迷える子羊たち、私の声を聞きなさい。私に任せておけば全てうまくいく。私の言葉は神の言葉なのだから。今から出撃するの？そっか、気をつけてね。今から出撃するの？そっか、気をつけてね。様、遅くまでお疲れ様です。エルがホットミルクをご用意いたしました。